では始めさせていただきます。よろしくお願いします。最初の質問です。今朝は何時に起きましたか？今日は7時半に起きました。はい、この1週間で仕事や授業をサボりたいと思ったことはありますか？ないと言ったら嘘になるかなでも授業もないから、まあ、稽古に行くのしんどいなっていう時はありました。はい、じゃあ、あなたが今日ついた嘘は何ですか？嘘、ついてないと思う。うん、欲しいのが見つからない。はい、あなたにとって愛とは何ですか？気遣いかな。人に気遣うってことですか？相手に、はい、優しさとか。あなたは誰かに愛されていると感じることはありますか？ある。あるね、あります。最近電話をした人は誰ですか？最近電話をした人、制作部の村田くん。この撮影のことで。そうそうそう。あ、はい、過去にあなたがした正しい行いは何ですか？正しい行い、あれかな、この大学に入るって決めたこと、ちゃんと正直に、はい、それを親にちゃんと話せたことかな。自分の作った作品や表現で喜びを感じたことはありますか？はい、あります。それはどういう時でしたか？やっぱり見てもらった人に面白かったって言ってもらえたり、自分の中で何か成長を感じられた時とかかな。今日はお財布にいくら入ってますか？2000円。これからの夢は何ですか？役者はもちろんだけど、ちゃんと親孝行できるように、そういうレベルの役者になりたいなと思います。あなたにとって正しく生きるとはどんなことですか？難しいけど、自分に正直に生きることかな。すごく難しいと思うけど。では最後にお聞きします。あなたは正しく生きていますか？3分の1ぐらい正しく、さっきの意味で言うと生きれてるかなと思う。はい、では質問は以上になります。はい、ありがとうございました。世界を終わらせよう。